上限の7人ではなくて6人がメンバー入り、ベンチ入りという状況ですので、かなり秋田も苦しいトラブル抱えた状況ですよね。そうですね、その中でもやはり稲葉、若狭にしないというところも、ね、考えていると思いますね。クロスが来る、稲葉のクロス、松沢の前だ、竹が触っていきましたが、松沢正面しっかり抑えています。阿部もいます。ぐっと曲げて、このこぼれ球、思い切って狙っていったのは綿井ですが、枠の上、三上がキープ、前を向く、少しドリブルで運んで、こぼれ球、竹、シュートを狙ってきた、枠を捉えていました、最後、シュートは8番のシ、中に切り込むオリオラサンデー、仕掛けて、ラストパス、新井が抜けていく、こぼれ球、綿井のシュート。しかし後半の新井義明、もう一度坪井へ伸びるようなクロス、流れて綿井狙ってきた、もう一度下げてシュート、白井枠の左、流れ作りましたね。この早めに上げるこの速いクロス、少し変化をつけましたよね。そこで、秋田のディフェンスが左右に振られた状況、先制点、決勝点は生まれませんでした。0対0、徳島と秋田の初顔合わせ。